こんにちは、国語担当の佐藤です。今回は、えー、明治の、ね、留学について、えー、ちょっと考えを深めていこうかなと思います。ちょっと皆さんにも関係するようなことかもしれませんので、はい。で、えー、今回のご相手は、はい世界チャンとのモギマグです。どうもよろしくお願いします。 始まりましたまたこの、はい、えと楽しい企画が今回なんですけど、うん、あのやっぱりねあの国語を読んでいくと文学を読んでいくと明治がどうしても関わってきてしまうとでその中で、えーとまあ、本当に、ね、あの受験生にも関わってくるような話にもなってくるんですけどあの、まあ、留学があったり、えー、帝国大学が創設されたりっていうところがあったので、まあ、その辺でちょっと、まあ、知識を深めていこうかなと。 いうところでお話を伺いたいんですがまず帝国大学が明治でこうあの創設、まあ、作,り作られるというか作られてるんですけどもこれ、えっと、なんかこうその当時のことと関係すると布国強兵とか,、えー、なんか国民教育とかその辺が関わってきそうな感じはするんですけどその辺は向井先生どんな感じで作られたかってご存知ですかこれは 当時の世界がやばかったんです、はい、どのようにでしょうやばかったかあ<の> <laughs> 帝国主義と言いましたあで本当に指で数えられるぐらいの国だけが工業化に成功していて <laughs> それで巨大な軍艦持っていて <laughs> で他のたくさんの国はまだその工業化の前で産業革命の前でだからその ごく少数の超金持ち国で、はい、軍事大国が、他の。ちょっと遅れた国を。力づくで支配する。あの、サファリパークみたいな世界ですよ。あの、弱肉。弱肉強食みたいな。はい、はいうん。だから、そこでは。あの。シマウマさんは。ライオンに食われちゃうんですよ。まあ、そうですね。ねで、シマウマが食われたくなかったら。ライオンになるしかないんですよ。 中間ないんでハハ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 まあ食うか食われるかそれでね、あのー、国際法ってあるじゃないですか。うん、ありますあります。で国際法っていうのは戦争のルールとかお互い相手の国を侵略しちゃいけませんよとかいう決まりなんですけどもこの国際法を作ったのがライオンさんなんですよ。 はいはいはい、はい、強い方ですね、うん、つまりこれはライオン同士の喧嘩で使うルールでやってシマウマには適応しないんですよこれ本当なんですよすごいですよ、ねうん、だからヨーロッパの連中はですね <laughs>、はい、アジアアフリカ人はシマウマだからあいさらにライオンのおきては関係ないんだとお前らは食われろと <laughs> こうだったんですよ考え方が何かいいですすごいですね だからねあのシワウマさんがですねライオンに食われないようにするためには格好だけでもライオンになるしかない格好だけでもなんか縦物につけてライオンになるしかないんですようんそ、それが帝国大学の創設に変わってですねはぁはぁはぁな,なんで明治の日本人が着物をやめてちょんまぎやめてヨーロッパにみたいなこういう格好したライオンになんなきゃいけないライオンなんですよライオンですこれ、うん、これでネクタイしたら完璧ライオンなんですよそうなんですねそうなんですよあーなるほど、うん 日本って言いながらも日本じゃなくしないと本当は島々なのにでもライオンにしたのしかないんですよああなるほどねでその格好だけライオンになるためにはライオンの国に行った方がいいじゃないですかじゃあ留学しろってことであなるほどだからそれは言葉英語フランス語それから彼らの法律習慣全部学ばなきゃいけない そうですよね。慣れないですからね、そのドラムにね。で、それをじゃ日本に持ってきて、持って来て、で、日本でもそれを広げなきゃいけないし、ちゃんとしたきゃいけないので、まあ帝国大学的なものが、ああ、なるほどね。皆さん、それが今旧帝大っていう形で残ってるんですよ。だから、今今のね、日本の若者が気軽にちょっと英語を学びに行きますと、違うんですよ。違うんですね。必死なんですよ。必死っすね。あ、じゃ まあ留学の話はも今後していくんですけど、じゃ相当できる方じゃないと留学できないといやだからあの頃の留学生って超超絶頭のいい人たちですよ。そうですよね。そうですよ。で国が全部メダル見んだから。そうですよね。超エリートじゃないですか。で当然ねお金持ちまあなんだろう貧困層からは出てきにくいと思うので、まあいなくはないと思いますけど。そこがあのね学力があれば。あそか上げてくれるから上げてくれるからね。じゃ本当に。 留学制度も含めてそれぐらい大変すごいですよ。はあいやなかなかそのちょっとねライオンとシマウマっていうと、ん、ちょっとあの今僕らがやってる勉強の中に実はシマウマも強いよって話が実はあるんですけどまあまあ昔のね考え方はあのライオンにならなきゃいけないっていう、まあだってね逃げるわけにいかないですもんねさすがにね。でそのライオンになることによってもう慣れたんですかね日本ってそういえば。 慣れてないですねな。いやあのね半分慣れた感じ。半半ライオン。半ライオン。半分慣れたぐらいですか。うん、ああじゃあまあその辺はまあ今後のかもう今後の話もあるというところで、うんまあ、とりあえずまあ帝国大学みたいなのが出来たのがで,のがでも不国強兵とかっていうのはその国を強めるっていうその学問の方とあと強兵だから強い兵もあるじゃないですか。うん、それも今まで変わらずですか。だから両方なんですよ。その両方で強強兵って 牙とか爪でしょ。あ、そうか、そうか、そうか、ん、そういうのも学ばなきゃいけない。ルールがあるから。ルールは学問。だからなるほど。うん、で、それで富国強兵を言い,<う>言い出すと。そうほう、まあ、なにせ学ばないとね、まあ、そう知ってこないと、どうしようもないですもんね。戦いはないですもんね。うん、ああ、まあ、でも、スポーツなんかもそうですよね。じゃ強い国のことに関して。ね、戦うときに、そっちが分かってなければいけないし、っていうのも、まあ、同じようなものなのかな。うん はい、あの多分ねほとんどの,そのエリート留学生は向こうに行って「おすげえこれが文明か」とか言って完全に「西洋かぶれ」になって戻っていくんですよ。はいはいね、で日本遅れてるとか、ね、ところが一部のすごくこう感性豊かな人は向こうに行くと「 これ違うじゃん。うんうんうん。俺俺日本人だしって言って、そこすごいこうぐち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 悩みながら戻ってくる。そう大乗観の集め装束。まあそうですね。そういうことなんですね。そうですね。ああまあ文学の発生にもそういう文学ですね。ああまあまあそんな形で、ああじゃあ不国教兵も含めて帝国大学の創設はライオンになるためというところでまとめてみたいと思います。はいありがとうございました。